はい、皆さんこんにちは。じゃあ、こちらですね、西場にあります日本酒とワインのセレクトショップ主婦西浦さんからお送りしております。それでは参りましょう。主婦西浦の3分ドリンキング。はい、こんにちは。はい、ということでね、始まりました主婦西浦の3分ドリンキング。はい、店主の西浦さんでございます。よろしくお願いします。さあ、ね、はい、秋のお酒が続々と入ってくる季節でございますけどもね、はい、今回はどんなお酒がご紹介できるのか。はい、はい、イチョウのラベルがちょっとかわいい島根の十字朝日の純米の冷やおろしですね。あの地元の出雲産の500万石を使った辛口の冷やおろしです。なるほど、はい、今以前いただいてますね。パッケージでお出しました、ね、このかわいい感じのねデザインが素敵なんですよね。もう4年ぐらい、ね、4年のみですね。記憶なんてねえぞと。4年前からの記憶が、ね、でもなんか、ね、毎年毎年ね違う仕上がりの味になってるということでね、あの、はい、ぜひぜひご賞味いただけたらなと思います。はい、ぜひ 特徴お願いします。特徴ですか。はい、はい、酒の紹介お願いします。あの十字朝日さん、しっかり辛く作る僕らさんなんですけど、辛いんだけども旨味があるで重くないっていうのが十字朝日の特徴で、まあ冷やおろしが一番その特徴をこうひねりなく出してきているのでいいんじゃないかなっていう感じですかね。ありがとうございます。じゃあ早速いただいてみますか。はい、はい、はい、お、すごい黄金色ですね。そうですね、やっぱり熟成感でちょっとだけ黄色くなってますね。はいはいはい。冷やおろしって何でしたっけ。お酒って冬作るじゃないですか、うん、あの冬作って夏寝かせて秋に出てくる、うん、諸説いろいろあるんですけど、うん、あの冷やっていう言葉が山から降りてくる冷たい風の冷やと、あと、なんていうのかな、お酒火入れかけないで、あ、火入れかけない、あ、火入れかけないでタンク貯蔵の容器から生で火入れかけないで瓶詰めするの冷やっていうんですよね。それの掛け合わせ、うん、あの生で冷たやつ、秋に冷たやつとか、はいはい、その秋この山から冷たい風が下ろしてくる時に出てくるお酒で冷やおろしって言ったりとか、あと最近ね、他にもいろいろ種類というか諸説出てきてて、あんまりよくわかんないんですけど、まあ、秋のお酒ってことですね。助けていますか。じゃあいただきます。です。うん、おなんかね、あの比べてっちゃなんですけども、あの1回前に大正の鶴ご紹介してるじゃないですか。全然味がやっぱり当然違いますね。そうですね、あのこっち軟水なんですよ、うん、あの十字朝日軟水で仕込んでるんで、うん、口当たりが柔らかい、うん、でなおかつこれは普通に冷やおろしなんで、うん、冬作って夏越して、はい、今の時期でできてるお酒なので、あのなんていうのか熟成感もそこまで強くない、うんうん、最初の鶴は二夏越えでしたので、また作り方が違ったりするわけですけど、そうですね、秋のお酒にはそれだけいろんな顔があるってことですね。そうです、はい。おそらく辛さとしてはこっちの方が辛いんですよ、うん、そうですね、あの甘さはなんかガッとくる感じじゃなくて、あ、あのなんかドライな感じは当然ありますね。こっちの方がありますね。私はこっちの方が口当たりが柔らかい分だけそこまで辛さを感じないんですよ。おー、なるほど、うん、はい、なのでこっちの方が飲みやすいのかな。だけど大正の鶴は香ばしさがあるんで、
おかん美味しいなとかって分かりやすさがあるし、僕大正の鶴結構あのおみくじです、まあ、甘い感じが好きです、ね、これ飯はうまいですね。こちらこちらで美味しいですね。わ、食べたいものなんですか。なんだろう、なんすかね、なんだろう、なんか今からコンビニ行きますそうねいやでもなんか和食系は当然もちろんもちろんこれはもう、うん、守備範囲ひどい味ですよね、うん、なので何がいいんだろうな。シュウマイ、シュウマイ、ああシュウマイ、僕おでん食べたくなっちゃった。あ、おでん、そうですね、はい、おでんの方が季節感ありますねシュウマイだと全然季節感ないいいじゃないですか、好きだったらちょっと肉々しい、肉々しい食べたいな。僕もおでんだったら、なんか最近ね、鶏のなんかお肉とかがなんかつけられたりするおでんとか。あ、あるんですか。あるんですか。そうそうそう、それ美味しいなと思ったんで、なんかそういう肉肉しさが共通してますね。そうですね。うん、美味しい。なんかね、うん、例年とどうですか、その仕上がりの違いとかどう感じました。どうなんですかね、うん、前年のやつ飲んでみます。前年のやつあるってさすごい色が違う。やっぱり熟成具合でそうでもない。そうでもなかったすみません。じゃあ、前年の去年のやつですね。はい、はい、うん、でもなんかちょっと心なしか香りに違いが、うん、うん、やっぱりこっちの方、1年寝てる方がちょっと熟成感の感じが変わる。うん、全然の。あ、なんだろう、なんかすると飲めますわね。うん、あ、やっぱり熟味がしっかりあって、はい、香ばしさになってます。うん、魚置いてるんで、ほんとまだあるか。え、もっと前、一昨年のがあるってことですか。一昨年、一昨年のあるって、うん、一昨年の方が色黄色、色、一昨年、全然ほら、ほら、全然違う、全然違う、全然違う、すごい。なんか酔っ払ってきちゃったな。ねえ、ちょっとすごい、はい、はい、ちょっと色違いますね、またね。こっちの方がやっぱ黄色ですね、うん、あ、またなんだろうこれ、なんだこれ、ウイスキーみたいな匂いする。うん、あ、そうですね。うん。梅酒ウイスキー。梅酒ウイスキー。あ、またすごいですね。この残る感じが。うん。うん。うん。あの、結構かなり熟成感しっかり。ね、すごい。うん、あ、うまいな、うまいな。うん。今なんでこうやって魚持って。いただいたかっていうと、やっぱりあれですか、この買ってご自宅で熟成してなんか飲めるようなことはできるんですか。あ、やってる人いると思います。あ、そうなんですか。うん、あの、うん、大丈夫いや、できるんだったら消費ですか。そうそうそう、あ、そうなの、うん、あの、はい、結構好きな人は、うん、あの海鮮放置で、あの、ほこらかして、そうなんだ、やってる人いますよ。わ、なんかいいこと聞いた。はい、これが4年前。4年前西尾さん、時間の関係がある。あ、でもね、でもそういうのもあるよっていうことで、はい、いいですか。はい、はい、ありがとうございます。今回ご紹介いただいたのが、十字朝日の純米酒冷やおろしでございました。はい、遅かったらぜひ、はい、あの、続々と冷やおろし入ってきますので、はい、よろしくお願いします。あ、ぜひね、おうちで熟成っていうのもね、そうですね、だと思いますんで、急いで飲み切る必要ないです、うん、あの、もう年単位でゆっくり飲んでもらっていいと思うので、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、詳しくはぜひ、西田さんのお店で、ね、聞いてみてください。はい、はい、今日も美味しゅうございました。またぜひね、次回もお楽しみにしてください。それでは、バイバイ。